ね、こちらの、タープ用カージョイントっていうのを使ってですね、うん、カーサイドタープにチャレンジしようと思います、うん、はい、で、1箇所つけたんですけど、うん、まあ、これね、あたー、こんな感じです、うん、で、これをよくね、使われてる方、ここ、蝶ネジに書いてる方がいらっしゃって、うん、インスタの DM でですね、教えていただいたんですよ。で、まだうち買ってないんですけど、うん、あ、そういうのもありだなと思ったりして、そっちの方がはめやすいってこと？うん、使いやすいかも。で、この、レインボールに、ここにカチャッとこう、入れ込むような感じ、うん、入れ込んで止めるっていう、ちょっと止めてみますね。はい。まあ、至って簡単なんですけど、ここに、こんな感じで入れます、うん、で、あとはもうこうやって締め込むだけ。セミが、うん、ね、どこか近くにいるね、うん、よし、こんな感じで、あ、しっかりほら、出てきた、本当だ、うん、これ当たらない、干渉しないのはいいよね、うん、ドアにタープをつけたままこうやって開け閉めができるからさ、あ、それいいね、うん、よし、じゃあタープつけてみようか、うん、はい、で、今日はですね、うん、ちょっと新しいタープを試してみようと思います、はい、カーサイドタープをするにあたって、うちが持っているスームルームのタープでは結構でかくてですね、うん、収まらないんですよ。5メーターですね。うん、そうそうそう、うん、で、今回は3メータークラスの、うん、ちょっとコスパのいいポリコットンのね、はい、タープを購入してみました、はい、これでいくらだったかな、結構安い、そんなに高くなかったよね。7000いくらじゃなくて、うん、7000円ちょっと、まあ、8000円するしないぐらいでした、うんうん、はい、まあ、色はもうこの色ですね、うん、これ多分ね、人気出ると思うよ。そうなの、うん、3メーターのタープだいぶ探したんですけど、うん、あんまりなくて、うん、やっと見つけたんですよ、うんうん、Amazon でね、まあ、保証書も入ってる、まあ、説明書も入ってる、まあ、ただね、これが今のこの新品の状態でキツキツなんですよ。多分俺入らないと思う。あ、だってすっごい小さいもんね、うん、コンパクトに収めようがすごいバッグに出てるよ ね。これもついてた。あ、そうなんだ、うん、へえ。これ親切だね、うん、ペグなんかも入ってるから結構いいよね、値段の割に、うん、しっかり作られてます。すごい黄色だね、うん、まあ、でも可愛いね、うん、でこれをちょっと貼ってみよう、はい、はい、これいいよね、うん、めっちゃいい。ロゴがね、あんま見えないけど、うん、見えない。上だからさ、ここだったよね、うん、そこに入ってたけどね、ここ、これ見えてない。あ、見えてる、うん、値段の割にほんとすごくいい、うん、3メーターがちょうどよかったね、うん、3メーターの一番長い、うん、端で 3m なわけ、うん、で、こっちもこっから向こうまでが、まあ、3m20cm とかだったかな、うんうんうん、4m でもまあ良かったんですけど、 5m 持ってて、うん、4m にしようか 3m にしようかすごい迷って、うん、まあ、結果的にこの 3m にしたんですけど、うん、まあ、こんぐらいのちょっとちっちゃめのやつが、ね、欲しかったからね、こじんまりとしたキャンプ用に、うん、そうそう、これはこれでありかなと思います。うん、全然あり。しかも焚き火ができる、ポリコットン、うんうん、耐水圧が 500mm だったかな、で、普通の傘が 450mm だから、うん、まあ、それなりの雨ぐらいだったらまあ大丈夫っていうようなタープになります、はい、いいわ。じゃあ、出していこう。
今日のデイキャンプのレイアウトはこんな感じです。そして、はい、今日から新しく仲間に加わります。はい、テーブルになります。そうなんです。まあ、今回購入したのはクイックキャンプ の、うん、あのウッドテーブルですね、うん、クイックキャンプ、はい、まあ、開けるとこんな感じで取説が入ってます、うん、私も動画でしか見てないまだ、うん、初めてだから。ほうほう、こうやってこうなんだ。あー、ほんと簡単だね、うん、すごいね。この足も良かったんだよね。全部木でするかアルミだっけ、うん、にするかでもなんか見た目が違うよねってなって。テーブルの高さ、うん、あの選んだ中でいろいろ見たらですね、うん、44センチとか43センチとかあって、うん、でうちが今回購入したこれは40センチなんですよ、うん、高さが、うん、で、まあ、基本全部揃えてるのがうちは椅子とかがロースタイルなので、うん、ロースタイルでも、まあ、普通のスタイルでも、うん、いけるものを購入しました。はい、あ、こんな感じ。ちょっとまあ若干渋めの色っていうか、うん、そうだね、濃い色ですね。で、これ初めてなんですけど、ここにこういう風に差し込んで、で反対側、あ、本当だ、初めてはちょっと硬いぞ。ああ、こうだね。おーおーおーおお、どう？いいよ。いい？横がなんかモッキーみたい。ああ、横が120センチの、うん、奥行きが50センチです。はい。で、前のが90センチの60センチじゃなかったっけ？あの黒の？黒。うん、うん。だからそれよりまあ横がワイドになった感じですね。はい。奥がちょっと狭くなって。うん。で、2人でかけて同じ方向を見て、うん、まあ、ご飯を食べるっていうことができます。はい。まあ、今まで使ってたメッシュテーブルとこれとまあ使い分けるような感じで、うん、まあ、メッシュテーブルは結構もう塗装の被膜が剥がれてサビとか出てて、そう、やっぱり使い込んでますからね、うん、近くで見るとね、なかなか結構サビがちょこちょこね、うん、見えてたのね、うん、油がついてて洗剤で洗ったり結構してるから、うん、ね、まあ、今回仲間に加わったこいつと共に、はい、また動画を作っていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よいしょ。
ちゃいい油。天気が良すぎて眠たくなってきた。うん、わかる。それわかる。眠たいよね。10って言わなかったね。言ったね。私笑ってあげてんのに。バッチリでした。あ、少しご飯が残っちゃうかけど、もう無理だな。ビビンバの素？うん、カルディです。これを使っていきます。あ、カルディで買ったってこと？うん、そう。
悪いなって何に悪いの？いや、カズに。俺に？なんで？俺飲まないで。昼間から飲んだらさ、もう運転できないって分かってるじゃん。その前提で飲むわけだから。大丈夫？運転する気ないでしょ。まあ、そういうこと。そういうこと。そういうことなんだけど。さっき全然でなかった。今寝てたやん。セミを取ってきて。いや無理やろ。どうやって取んの？いんの？いるけどどうやって見つけんの？ミーンミーンって言ったら教えてくれる。ここだよって。じゃああなたにお願いしたい。Pretty late, I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe.